皆さんこんこにちは山内大二です立地が絶妙に微妙な大学といいいう話をしたとと思います、えー、立地が絶妙妙に微妙な大学とは駅から近いはずなのに意外と遠かった大学ですかねあくまでも私の感想です。ただ私が何回も大学取材して足を運ぶ中で意外に遠いなと個人的に思った遠いからダメってことじゃないですよ。でもあ個人の感想ちょっと聞いてください。 立地がね。絶妙に微妙なのは。法政の市ヶ谷です。法政大学の市ヶ谷キャンパス都心にあって交通の便いいってみんな思うじゃないですか。でもええー、とですね。飯田橋駅と市ヶ谷駅から歩くと絶妙に遠いんですよ。あの気持ち10分ぐらいしかかからないんですよ。でもなんか重い荷物持って歩いてる時とか微妙に駅から遠いんですよ。なんか目の前にあってほしいなので、もうくたびれてくると、あの東京駅からタクシーで行ったりしますね。 はい門の前まで割とタクシーで行ってもたことあります。でこれね学生もね多分友達とワイワイ喋りながら大学から帰るときは駅が近いんですよ。一人で駅から向かうと割と遠いですよと。えー、ということで法政の市チガ大変交通の便がいいキャンパスっていう風うに P.R. されてるんですし事実なんですけど実際歩くと割と遠くないっていう。次法政小金。井 高校生大学の理工学部が小金井キャンパスにあってで中央線沿線で駅から徒歩って書いてあるんですけど、えー、遠いです。気持ち15分ぐらいかかります。東小金井からで意外とだるいです。この駅から徒歩15分ぐらいっていうのは微妙に遠いんですよ。まあみんな学生歩いてますけど遠いなって思った人安心してください。ミニバスがぐるぐるるる走ってるんでで有料ですけど そのバスの時間に合わせていくとちゃんと駅から学校まで,でこう行けますけどね、まあ、スクールバスじゃないんでお金かかります立地が絶妙に微妙な大学法政大学多摩キャンパスはい歩けないということでなんか法政ばっか紹介してますけど法政はいい大学ですよでも法政大学のキャンパス全部微妙なんですよこの駅から微妙に遠い市ヶ谷歩きたくないぐらいの距離を歩く小金、ね、歩けない多摩ということでみんなバスと。 えー、相原駅から32分歩いてるのもいると聞きましたけどね。ということでじゃあ他にですね立地が微妙、はい、明治大学泉キャンパスえ明大前の駅の目の前じゃん何が文句あるんだはい言わせてください「歩道橋がだるい」思いません明大前の駅で降りて徒歩5分って書いてあるんですよ確か。すすごい近いいいいい近しししお店もっっぱいあてててて楽しいでしょででょ駅駅から出て駅前歩最てて最後の最後のででね あの甲州街道と中央道のとこ歩道橋なんですよあれがたまらなくだるいんですよはっきり言ってなんか坂道の地下道とか作ってもらって全く苦になく行きたいですよね絶対明大生はみんなあの最後の階段がだるいと思ってるに決まってる一応あのバリアフリーなことを考えてエレベーターがいかにも後付けであります。ということであの明治大学は立地いいんですけどこの明大前の泉キャンパスは歩道橋が面倒くさい。 だからどうってことじゃないんですけどねということで次立教池袋便利じゃんと本当にそうですか池袋駅から立教大学割と遠くないですか実際には10分ではつかないですねそこでおすすめは地下道ですあの副都心線の上長い地下道になってて池袋の駅からこの長い地下道を歩いてくださいお店もいっぱいあって楽しいし雨の日は濡れないからいいですねこの地下道を一番端っこまで行って上に出ると 立教大学近いですなので立教大学受かったらみんな気分いいからあのおしゃれなキャンパスまでね歩いて楽しく通ってるんですけど多分そのうち微妙にだるい気持ちになってくると思う駅から微妙に遠いよねそんなあなた地下道を使え次青学の青山キャンパス何が不満なんだとはい渋谷の駅から坂道がだるい思いません渋谷の駅降りて長い坂を登って 歩道橋か横断歩道で超えて、やっと青学なんですよ。意外に遠いですよ。青学はそんなあなた表参道駅だと歩いて5分で着きますが、ここもですね。最後の階段がだるい。いまあ、地下鉄なんで階段出るのが確かエスカレーターで出れる出口もあるんでなので、その青学立教明治とかまあ法政とかみんなあの受かったら気分いいんで楽しく通学できるんですけど、この微妙なんですよ。駅からの遠さが。 なので各自工夫してください次微妙な大学はい SFC バス通学がだるいそうでしょあとは関学ですねバス通学がだるい歩いても遠い、えー、あとは関西大学の総合情報バスでめちゃくちゃ遠い、えー、立命館 BKC バスでめちゃくちゃ遠いはいということでバスがかったるいわかりますが えー、ここの学生たちはみんなそのバスで通学だるいのをですねプライドでカバーしてます。FC だ立命だ自信持って通ううとということでだるいと思わずバス通学頑張ってください、えー、あとは立命館の衣笠本部ですね文系学部のここ微妙に交通の便が悪いあの金閣寺とかあの両安寺の石庭とかいいお寺すぐ目の前にあるんですけど。 京都や大阪から通学する時のこの鉄道やバスの便の悪さが微妙なんですね微妙なんですがまあここもね本当にいいキャンパスなんで。ということでですねあのいろいろ文句言いましたけどみんないい大学なんですよ。でもおそらく受かって気分よく通学し始めると微妙な立地だなって思うことあると思うんで、まあ、そうは言わずどこも良い大学ですから頑張って通ってください。ありがとうごございましたご視聴ありがとうございました。 いいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください